はい、ということでね、今回もポケモンやっていきますよ。なんだこの中しかいないパーティーは。実況やめちまえ。今回使っていくのはラグラージー起点作りではなくアタッカー型でこの環境を荒らしていきますよ。またそうやって先駆者がやってるようなネタを。ご視聴ありがとうございました。ただ完結しないからね、お相手のパーティーは。ふんふん、神剣がいるので出せないっすね。ラグラージメイン会なのに。そんなこと言わずにラグラージ出せよ。絶対選出だぞ。あれこの実況って縛りプレイだったっけ。まあ神剣が出てこない読みでラグラージを出すとして、あとは神剣と殴り合えそうなのを選びましょうか。っていうか神剣ぐっそ刺さってるな。全部こいつ一体でボコられるじゃん。出せよって言ったの君たちだからね。ということで、対戦よろしくお願いします。ラグラージを使い続けたのならばいつか世界は変わると思うんだ。無駄に壮大なテーマなんですが。ラグラージ、それはポケモン界に咲く希望。ラグラージ、それは触れ合いの心。幸せの青い雲。ねえ、それで言うんだよね。さあ、ということで始まりましたポケモンバトル。お相手の先発は神剣。1000億%だし負けです。知ってた。これ普通に負けですかね。1ターン目で負け考えるやついる？とりあえず、半減で受けれる地箱イルに交代しましょうか。畜生、誰がラグラージなんか使おうって言い出したんだ。お前だよ。こっちの選択は地箱イルだし。お相手が交代を呼んできたら即ゲームセットだな。素直にリーフブレードを打ってきたな。よかったよかった、首の皮一枚繋がりましたね。急所でこの威力か。しかし、状況はまだまだ厳しいですね。今回持ってきたのは頑丈イバンの味方。ここはお相手居座り読みでこらえるを打ちましょう。お相手は交代か。ってことはこだわりスカーフっぽいですね。そして出てくるのは石炭山。出たな妖怪石炭投げつけお化け。石炭山です。タイプ相性的にはこっちが有利なのに、強気に出してきましたね。ここは居座っても良さそうだな。地箱イルには神剣という役割が残ってる。ここは大事を取ってラグラージに交代。結構切り気味にラグラージを扱いましょうか。今回のメインなのに雑に使っていいの？さあもう一度出番だラグラージ。その恵まれた種族地をガラルのヨロガリどもに見せてやれ。お相手は素直に燃え尽きるを打ってきたな。見よ、この圧倒的耐久を。え、固くね。今回のラグラージは HA 振り突撃直帰型、生半可な特殊技なんて聞かぬわ。お相手はこの硬さに驚いて交代するはず。それなら裏の神剣に刺さるバカ力を選択。お相手は交代してきたな。出てこい、神剣出てこい。鬼読み来たー。これがラグラージ使いの真骨頂よ。その行動は全て読めてる。さあ、バカ力で沈むがいい。倒しきれてないんですが。いや今のは絶対確定一発のノリでしょ。ものすんごく中途半端に残ってるじゃん。まあここまで削れれば裏のミミッキュの影打ち圏内に入ってますね。残しても仕方がないので、切り気味に動かしていきます。お相手は引っ込めてきたな。ふふ、ラグラージに恐れをなしましたか。ラグラージの前ではタイプ相性なんざ無力。1分半前と言ってることも楽で笑う。もっと手のひらぐるんぐるんしてけ。攻撃が1段階下がっても、このバカ力は全く痛くなかったわ。効果抜群でこれかよ。もしかしてアタッカーラグラージって弱いんですかね。今さら気づく衝撃の真実。ここはタイプ1で威力の高い自信で確定だな。間違ってアクアブレイクをしちゃいました。何しでかしてるの。いやいや、倒せます、倒せますってタイプ1 4倍弱点ですよ。いやお前、石炭山の特性を知らないのか。どうせ炎の体とかプレッシャーとかなんでしょ。プレッシャー要素どこにあるんだよ。いいか、こいつの特性は蒸気機関。水技を受けると素早さが上がる特性だ。どうせ素早さが上がるって言っても1段階とかでしょ。それくらいならまだラグラージが上を取ってるよ。6段階です。え、聞き間違い？マリサが甘噛みしたというかそういう感じだよね。いやいや6段階です。あれこれガチでミスしてない？まあミミッキュでお掃除したのでなんとかなったんですけどね。やっぱりミミッキュ最強だな。ラグラージメイン回とは一体。さっきの試合はラグラージを活躍させることができなかった。しかし、まだ諦めるには早い。沼九郎とラグラージ振興委員会会長としては諦めきれない。その委員会設定まだ続いてたの？お相手のパーティーは、バンギラス、サンダー、ナットレイ、カプレヒレ、ランドロス、エースバーンだな。順伝と優秀なタイプが中心のパーティーですね。じゃあラグラージ先発で。どうして？いいですかマリサファリパーク。私施設じゃないです。お相手はパーティーにラグラージを見たとき、こう思うはずです。お、ラグラージってことは起点作成型だな。じゃあ挑発とか絡むのに持ちでこっちが起点にしちゃいます。でね、偏見持ちすぎじゃない？だからたとえタイプ相性が不利でも大丈夫。ワンチャン優秀な行動してくれると信じてる。というかしてください。お願いします。5万円あげるんで。リアルな額提示してくるな。それでは対戦、よろしくお願いします。今回の先発はラグラージ。今回もの間違いだけどな。そして裏に地箱イルとウーラオスを選出しました。これは勝ったわ。風呂入ってくる。はい、死亡フラグ建設完了。まさかまさか、そんなミスするわけないじゃないですか。こちとら登録者20万人だぞ。だからそれを死亡フラグって言うんだよ。お相手の先発はカプレヒレ。こっちの先発エースバーンを見た形なのかもな。おっと、これはもしかするんじゃないんですか。もしかしなくてももしかしますよ。もしかもしかかもしかもしか。クリスタルと崩壊するわ。最近のカプレヒレはこだわりスカーフ型が多いらしい。もしかしたらこちらのラグラージを阻害するために先発にした可能性がある。ここは迷わず初手ダイマックス。ラグラージ使いの実力、見せてやるよ。
やっぱりラグラージはかっこいいですね。グリフィンドールにプラス2億点。与えすぎだろ。ふふ、これこそラグラージの実力ですよ。実力って言っても肩を誤解しただけだけどな。これでこだわりスカーフを持った最強のラグラージが誕生した。そして暗い最大火力のダイアース。そしてこの火力ですよ。余裕で確定に初取れてるな。1ターン間違えるだけでこれだけのアドが生まれる。これがアタッカーラグラージ最大の強み。けどこれって起点型が強いからこその奇襲であってアタッカーラグラージ本来の強さじゃなくね。黙れこぞムーンフォースを食らいましたが、こちらはダイストリーム。ラグラージなら半減でも倒せるはず。よしよし、半減でもしっかり倒せましたね。そしてフィールドには雨が降り注ぐ。これこそラグラージのために用意された舞台。インフィニティレーン。なんかすんごい自分に寄ってそう。数万人に公開して恥ずかしくないの。ボケにリズメしてこないで。このインフィニティレーンから逃れる術はない。このままラグラージで3タッチャー天候書き換えますね。無言で何かを訴えてくるなよ。相手もダイマックスしてきたな。いくらダイマックスしてもこのラグラージには勝てまい。言うなれば鬼に綿棒。金棒です。天候を書き換えたところで勝った気になるなよ。600族がなんだ。こちとら優秀だと噂の水御三家だぞ。比べるものもっとあった気がするんですが、オーダイルの悪口はそこまでだ。やっぱりバンギラスっていかにも怪獣みたいな姿ですよね。人間ドックでメタボリックシンドロームって言われそう。どこを気にしてるんだよ。お相手は大ボールを選択。こっちのダイマックスターンを消費させに来たな。ふふ、貴様は一つ忘れてないか。今のラグラージの持ち物はこだわりスカーフ。こっちが上から一撃を叩き込めるのだ。あ、そうか、カプレヒレにトリックされたんだったな。おそらく一撃で倒されるので最大打点のバカ力を選択。ほら、4倍弱点を食らえ。ついでにグルコサミンも食らえ。パワーアップするんですが、不一致でもなかなかいいダメージが出ますね。ダイマックスしてなかったら倒せてたな。そしては相手はダイアイス。防御も1段階下がってるので耐えなさそうですね。お疲れラグラージ、いい仕事。エッタイルの、お前が驚いてどうするんだよ。そしてここでお相手の降参。ラグラージの強さを存分に見せることができましたね。実質ラグラージで見立てだな。アタッカーラグラージはランクマッチにて最強。こんなパーティーにも余裕で勝利してみせます。ラグラージ使うのやめます。手のひら返し早すぎない？